皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。iPhone 13 Pro Max を発売当日に変えまして、動画のシネマティックモード、何がすごいのかということで、これもすでにわかると思うんですけれど、この椅子ボケてますよね。なんかこう立体感のある、これすごいですよね。シネマティックモードということで、被写体のピント合わせ、背景をぼかす機能がついているということで、椅子がボケて自分がこう浮き上がっているような感じ。さらにですね、例えば本の紹介みたいなのがあるじゃないですか。これをですね、ズズズズズズとやると、あれ、うまくいく。どうですか。本にピントがあって、自分の背景は、自分のはボケるという感じで、これ、まあ、ちょっと使い方結構難しいかもしれませんけれども、なんかもうこれだけで動画がプロっぽくなるという。まあね、ちょっとこういう場面をね、なかなか想定しにくいとは思いますけれども、あとね、なかなかのピントが、こっちやってもやっぱりダメなのか。こっちやってもあくまでここなんだ。あ、でもこれこうすればいいのか。手動でできる。手動で、これポチッと押すと、こっちにあったり、こっちにあったり。そして僕がボケるんだ。おお、すごいじゃないですか。これ、しかもインカメでもシネマティックモードができるということで、これうまく使えば、ね、例えば YouTube の撮影とか、普段の撮影なんかも、すごいプロっぽい、なんか映画っぽいとかね、ものが作れるんじゃないかと思うので、まあ結構使い方難しいと思いますけれども、例えば YouTube 配信してる方とか、動画撮影する方、これぜひね、やっていただけると、プロっぽい感じになるんじゃないかなと思います。